金銀システムは金や銀を人々に持ってほしくはありませんシステムは一般人に俯瞰紙幣を持ってほしい現物の金や銀を持ってほしくはありませんしかしシステム自身は多くの金の現物を所有していますその過程を前提にして現物を持つべき理由を今一度見ていきます 銀は5.98%のマイナス金は5.17%のマイナスでしたご存知の通り金融緩和縮小の高派寄りの FOMC の会見の後、大きく下げてしまいましたもう一つ下げた要因の一つは先物オプションです 6月の第3週はちょうどオプション取引の最終となる日和の関係でおかしかった2016年以外は毎年下落する週ということになりますそしてショートポジションを持った多くのボリオンバンクはバーズル3を前にしてこの下げで助けられました定期の購買用の現物は値段が下がり低価格になりましたプレミアムだけ気をつけて取得したいところです そして現物以外のトレードで言えば、この先テクニカル。チャートを見て判断するトレードのことですが、ゴールデンクロスというものが待ち受けています。以前の動画で散々出てきましたデスクロスの逆です。ドルベースの金のチャートです。長期の200日移動平均線を下から短期の移動平均線が突き抜けていくときに、 ゴールデンクロスというものが形成されます。これは上昇のサインと認識されています。前回のゴールデンクロスは2019年に発生し、去年の最高値につながりました。安全に行くならしっかりこのクロスを抜けてからとなります。長期保有の現物は別として、上昇のタイミングはゴールデンクロスのタイミングでも遅くはないと考えています。前回のゴールデンクロスは 1285ドルから2000ドルを超え35.75%以上上昇しましたので期待したいところですが下方向のレンジに戻ってしまいましたので中止したいところですシステムは金や銀を貯蓄してほしくはない俯瞰紙幣で持っていてほしい現物の金や銀をできれば手放してほしい しかしシステム自身は多くの金の現物を所有し、貯蔵しています。なぜこのような過程の話をしているのかですが、それは一旦一般人が所有した現物の金や銀は、それを動かさない限りシステムに利益はありません。システムは株式などのマーケットに留まってほしい。配当は少なくともシステムに利益をもたらします。そして売り買いをして、 金融商品を購入して手数料を落としてほしい。年間手数料も払ってほしい。手数料は売上となり、そこからシステムに利益が発生します。手数料だけではありません。市場での損失はシステムの利益になり得ます。システムは現物を手放してほしい。手放した時、プラスが出ているなら、まさにその時システムに利益が発生します。 ドルコスト平均法を用いた今までは通用した手法でしたり、投資顧問会社やファミリーオフィスにお世話になる方法もあります。また市場のメカニズムを理解し、マーケットの動きを把握、流れをつかみ、つまりチャートを見るだけでも利幅が取れる手法が確立していれば、手数料など微々たるもので気にしなくてもいいものとなります。しかし時間が取れなかったり、 上がったり下がったり気になってしょうがない夜も眠れなくなるなど様々な理由がある場合もありますそうであっても資金の一部を保険で少し現物を所有するだけでそのようなことなくスタートできる可能性があります現物は値段が上がろうが下がろうが 30g の金は 30g の金であって 30g の本物のお金には変わりがないことを実感できます 値段が上がろうが下がろうが気にならなくなるとも言えます。ここまで来ればこの先は何グラムの金、何グラムの銀があるだけとなっていきます。あとは余裕資金で預貯金の代わりのように一部を貯蓄していくだけ、本物のお金が貯蓄され、システムに干渉されない土台ができていきます。この一部の現物を土台、コアとしていけば、 多少、火傷しようが何だろうが、資金が吸い上げられることはなくなる安心感が生まれます。資産の一部を現物の銀や金で所有してみる。ここから始める方法もあるという見方です。現物の銀や金、システムの外にあると言える金融資産でありながら、長期では価値が一定の傾向のドルや円の量が少なくなれば、それに応じて換金量は少なくなり、 通貨発行量が増えてしまえば、その増えた通貨に換金可能という存在です。インフレになれば 1g あたり換金できる通貨が増え、デフレになれば 1g あたりの通貨が減る。長い長い歴史を見れば金や銀の価値は一定となります。現在市中にある通貨が減る見込みは薄く、システムを維持するには確率的にこのまま減らせない。 すなわち資産インフレの世界から引き返すことはできない可能性があります。そして少なくとも米国 FRB は毎月1200億ドルを18ヶ月間は供給し続けます。20年国債のデータ、ダブルボトムをつけて上昇。底値は固いです。すなわち金利は下がる傾向ということです。 FRB のミネアポリス地区連銀の総裁は少なくとも2023年末まではゼロ金利政策をと発言しました金融緩和継続の主張ですこれは米国株式が持ち直す可能性があります一旦現物を持ちますと慌てて損切りしたりする心理戦に振り回されない傾向になります 価格が下がっていくと恐ろしくなり大きく損切りしてしまったり上昇していく中で乗り遅れまいとフォーモに陥り高値をつかんでしまったりと無縁になりシステムから見ますと鉄壁取り付く島がなくなります土台を中心に伸びる市場に資金を置いていくイメージとなり得ます中央銀行が富を一身に集めようとも インフレが、金融緩和は縮小だテーパリングだいや緩和ですなどに振り回されない傾向に FRB の一挙手一投足などを気にせず遠目で見る余裕ができる現物の保険を持つ意味合いです以上仮定として資産の一部を現物で持つ効果の想定でした次にデッドクロスとゴールデンクロスについて 以前のビデオでご説明しました2月の下落時の動きの大部分は50日移動平均が移動平均を下回った時に発生するデッドクロスと呼ばれるチャート上のテクニカルから生じましたそして今回のゴールデンクロスはその逆に50日移動平均が200日移動平均を上回る時に発生するシグナルです アルゴと言われる AI を含めたプログラムで動きやすくなるので多くの市場関係者が気にするテクニカルでして注視して損はないシグナルです以上今回はゴールデンクロスはまだ少し先そしてシステムから見た現物保険の現物の土台その効果を考えてみました最終のご判断は自己責任となりますがよろしくお願いします 今回も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。